い、こんにちは、山亮と申します。さあ今日はね、どこに来てるかというと、三重県桑名市の長島駅ですね。まあね、前のシリーズを見ていただいた方ならわかると思いますけどね、ちょっとね、おっちょこちょいなね、この YouTuber さんね、なんか紀伊長島駅に間違えて行っちゃったらしくてね、慌てて長島駅に来たんですけどね、まあぶっちゃけ動画の流れ的にはここからもうあのジャズドリームあたりに行ったらいいんやろうけど、ぶっちゃけこっからジャズドリームを歩こうと思ったらクソ大変なんでね。よしよし、多分めちゃくちゃすごい人なんでしょうから、ジャズドリームは避けてですね。あ、ベンチがあるやん、どうせ深い子やんよ。よいしょ、座って待とうと思います。これでも駅自体は後からもう一回作り直してますよね、多分なんか綺麗になってますよね。ちなみにあれですね、長島駅はチャージができる設備がないんで、現金チャージがねできる設備がないんで、行こうかとかね、チャージしたい場合はね、近鉄の方でチャージしましょう。何通もともこもない案内をしてるんやっていうところですけど、はあ、あ、ちなみに当然普通列車の数もね、近鉄の方が多いですからね、あんなことはもう言うまでもないことですけどね。面白いな、ここ、こんなとこから分岐してんだ。あ、その先からね、ギリギリホームには数らんようになってるんですね。で、あの奥に何だって言うんですよね、何があるんでしょうね。まあ、あの感じだと保守系でしょうね、保守車両、点検車両みたいな感じでしょうね。あ、あとそうだ、前のシリーズのところの補足になってなりますけど、今のところね、あの高校には書いてあるかな、書いてないよな、トバンは書いてありますけどね、規制線も滝までしか書いてないですもんね。ここからね、その紀伊長島から長島ね、までは、ね、2500円、ということでね、料金が、ですんでね、まあもうこれでね、全然、片道でね、ほぼほぼ同じ値段取れますし、まあ、なんならね、亀山からね、スタートして亀山から紀伊長島までが1500円やったっけな、ですからもうね、全然元は取れてますよっていう感じですね。よし、これはアウトドアフリーパスで、まあ、ここからね、また、次に行こうとしてるところがね、なんて駅だったっけな、見忘れた。まもなく駅番線に列車が参ります。危険ですから、黄色いトラックの後ろまでお下りください。普通列車、列車が乗ります。普通列車のよかったかな。あ、違う、あれ特急か、何期かな、これはちょっとか、もうこのなんだろう、この近くで撮れるのも魅力ですよね。おお、なんか。迫力あんな。おお。ちょうど。くるーっとカーブしながら入ってくるんで、なんかこっちに突っ込んでくるような感じがあるんで、めちゃくちゃ迫力ありますね。いいですね。さあ、行こうとしとったところが、そうだ、亀崎駅ですね。次は亀崎から亀山か、一応間違えた点にしてみようかな。無理か。この前でも秋亀山から亀山もやりましたからね。あれはあれが一番壮大か。どっちの方が壮大、でも5日市から4日市の方のが壮大か。まあバーターでやってるんやからね、ニコイチなんていいんでね、あれなんですけど、今考えるとひどい話だよな。企画バーターってね。まあ、今回みたいにね、1回で区切りつけて次の目的地に行くの新シリーズっていうのはね、まだしもね、
あれに至っては五日市からスタートって、じゃあ秋神山からスタートして一回五日市に行って五日市から四日市までのやつっていうので、まあ、秋神山からスタートしとるんで、ね、亀山ね、間違えちゃうともできるし、五日市と四日市もできるしってね、でもそこまでやるんやと、まあ、二十日市まで行っとけよって話なんですけどね。五日市には行きそべた上にね、そうすると五日市だと広島市内やから、切符がね、五日市、四日市にならないっていうね、凡ミスね、広島市内になってしまうんでね、こういう切符で。二十日市やったら二十日市から四日市の、切符が買えるはずなんでね、やらかしたなぁと、いうこととかありながらね、やってきましたけどね。とりあえずこのね、亀崎ってところがね、なんかね、駅舎がね、すっげー趣があったんで、ちょっと気になっとったんで、なんかね、ちらっと調べてみたら、なんかめちゃくちゃ古い駅舎らしいんですよ。なんでね、ちょっと一回そこをね、見てみようかなと思います。案外扱ってるところなさそうでしたしね、鉄道系でも。よいしょ。なんで、今からね、鈍行に揺られてそっちの方に行こうと思います。はあ。次の電車が37分やったっけ？27分かな。うん。なんでもう言うとる気にね、来ますんでね。なあ。13時28分に出る、32分ですね、32分長島着っていうことですんで、この列車乗って名古屋まで行って、名古屋から竹東予選の方にね、そのまま移動していきたいなと思います。ああ、でもここは。まあ、こんな感じで列車はね、ひきなしに来るんで飽きないところですよ。こっちの方にもなかなか来ませんけどね。まあでも、やっぱあの南紀、ちょっともう見れたし、いいですね。今気づいたんですけど、この線路ってよく見てみたら、ここが切れてないんで、どうやって渡すんだろう。どうやって渡るんだこれ。ガッターンって無理やり行くのかな。よく見たらそこも内側切れてないですもんね。不思議だな。で、向こうは急行が行って、こっちはもうちょっとで、あ、違う、向こうか。あ、帰ろうか。帰ろうか。めっちゃ間違えてこっちに来てしまった。よいしょ。まあ、乗ってきましょう。あ、ちなみにあんな頻繁な感じでね、桑名から名古屋って本当電車移動便利ですね。はあ。